皆さん、こんにちは。女優、歌手として人気を博し、今やベテラン芸能人となった薬師丸ひろ子さん。そんな薬師丸ひろ子さんは2021年に放送されたラジオにて引退を意識した時期があったことを明かしました。またプライベートでは歌手の玉置浩二さんと結婚され、その後離婚された薬師丸ひろ子さんですが、現在は事実婚状態にあるお相手がいるようです。何でもお相手の男性との交際期間は長く、両親公認の仲だといいます。今回はそんな薬師丸ひろ子さんの引退について語った言葉や、玉置浩二さんとの引退理由、現在のお相手と事実婚を続ける理由についてご紹介していきます。1978年に映画「野生の証明」で女優デビューを果たし、その後は歌手としての活動も始め、活躍の場を広げていった薬師丸ひろ子さん。2021年には歌手活動40年を迎え、ベテランの域に入ってきました。そんな薬師丸ひろ子さんには、女優引退を意識した過去があることをラジオで明かしていました。薬師丸ひろ子さんは2021年11月23日 NHK ラジオ歌手生活40年薬師丸ひろ子小春日和に出演し、ウーマン W の悲劇よりが主題歌に使われた1984年公開の大ヒット映画 W の悲劇の裏にあった葛藤について話しました。この映画は薬師丸ひろ子さん演じる駆け出しの舞台女優がスキャンダルを利用して成り上がっていく物語。順調に進んだと思われた撮影でしたが、ラストシーンでは大きな壁にぶち当たったのでした。薬師丸ひろ子さんは沢井慎一郎監督から何度もやり直しを命じられたといいます。このラストシーンというのは、この少女が自分を持っているものを全て失って心も空っぽになった状態で、これから一人で歩いていかなければいけないという別れを恋人に告げるシーンと説明し、私がただ泣いて別れを告げるというだけでは監督は許せないと思ったんだと思うんですね。なので涙も枯れ果てるまで涙が出てこないくらい監督がもう一回もう一回って何回もやることは構わないんですけど、自分が何も出てこない、何もできないというところまで監督に追い詰められて、監督が最後の最後に OK を出したんですねと振り返りました。振り返される NG の中で、自分の引き出しのなさと実力不足を痛感したという薬師丸ひろ子さん。厳しいのは構わないんですけれども、そういった意味で才能もないのに皆さんが私にかける時間が多すぎて、才能なんか本当にないんだろうなということの究極を突きつけられたのを自分自身に問いただしたのがこのラストシーンだったんですと苦い思い出を語りました。この映画公開は薬師丸ひろ子さんがまだ20歳の時でしたが、この作品の後しばらく女優業から離れることになったという薬師丸ひろ子さん。実際辞めましたし、しばらくの間仕事も、そういうラストでした。苦しい思い出とは対照的に、同作で薬師丸ひろ子さんは高い演技力が評価され、ブルーリボン賞の主演女優賞を受賞しています。大きな挫折を味わうこととなった薬師丸ひろ子さんでしたが、この経験が後の薬師丸ひろ子さんの活躍に大きく貢献したことでしょう。さて、プライベートでは1991年に玉置浩二さんと結婚し、1998年に離婚した薬師丸ひろ子さん。当時を振り返った週刊誌記事によれば、以前から不仲説そのものはあったようです。その発端はなんと結婚当初に遡ります。角川映画の代表的女優だった薬師丸ひろ子さんが結婚を機に家庭に入りました。こうして聞くと薬師丸ひろ子のストレス爆発かとも思えるでしょう。しかし実際には玉置浩二さんは婿養子に入ることを薬師丸ひろ子さんとご両親に提案されていたそうです。それに快くうなずくことができなかった玉置浩二さんは、結婚式から1年半ほど経ってようやく籍を入れたのでした。その頃
住まいも薬師丸ひろ子さんのご両親と同じくしていた玉木浩二さん。というのも、当時薬師丸ひろ子さんは世田谷に6億円の豪邸を所有していたのです。ちなみにこの豪邸を建てる前にはご両親のために横浜にも豪邸を建てたそうで、レベルが違いますね。このような状況環境において、地下室にあるスタジオをご両親が次第に物置部屋にしてしまい、別居となったとも言われていました。時には作曲をしているとうるさいと苦情を言ってきたそうですから、まさに居場所がなかったのでしょう。こうした流れから見ても、週刊誌によっては離婚原因を玉木浩二さんと薬師丸ひろ子さんのご両親の関係性にあると見ているところもありましたね。薬師丸ひろ子さんは二人姉妹で男兄弟がいなかったため、そのご両親としては玉木浩二さんを婿養子に迎えたかったのかもしれません。また薬師丸ひろ子さんはご自身の活躍により家にファンが押し寄せ、泣く泣く母と一緒に高校の近くへ引っ越した過去があります。当時は自分のせいでご両親を別居状態にさせてしまったことをかなり悔やんでいたそうです。だからこそ豪邸をプレゼントし一緒に住んでいたのでしょう。おのおのの事情を見ていると、どちらが悪いという話ではなく、本当に生き方を分けるという決断だったのかなと思えてきますね。離婚後のお二人は絶縁状態ともささやかれ、関係は凍結していました。しかし離婚から18年が経過した2016年、お二人の関係に雪解けが訪れたといいます。そのきっかけとなったのが、薬師丸ひろ子さんの歌手デビュー35周年を記念して発売された CD シネマソングスです。このアルバムは全て薬師丸ひろ子さん本人による自選曲で、彼女自身がアルバムを作るならこの楽曲は欠かせないと選んだのが玉木浩二さんの曲であるコールでした。許可取りをするために薬師丸ひろ子さんからのラブコールを受け、もちろん玉木浩二さんは快諾したといいます。まさに名曲コールは二人の凍りついた関係を溶かしてくれた記念すべき楽曲とも言えるでしょう。玉木浩二さんとの離婚後は恋愛を含めそのプライベートをあまり口にしなくなったと言われている薬師丸ひろ子さん。しかしその中で静かで確かな愛を実らせていたようです。薬師丸ひろ子さんは2004年 NHK カメラマンの男性と同棲していたことが分かっています。そのお相手のというのは2001年に出演した NHK ドラマ「コウノトリなぜ赤い」で撮影を担当した男性でした。年齢は薬師丸ひろ子さんの2歳上だと言われています。そのお相手の男性はカメラマンとして数々の受賞経験もあるベテランなのだそう。男性を知る人物によると、職人気質な面があり仕事に対してとても真面目な方だと評判です。また優しい一面も持ち合わせており、とても素敵な人柄なのだとか。薬師丸ひろ子さんはお相手の職人気質な面を持ちながらも優しい性格に惚れたと言われていますね。話を聞いていると、職場でのストレスを家には持ち込まないタイプなのかもしれません。そしてこの人ならば両親とも仲良くやってくれるのではと、薬師丸ひろ子さんも自宅へ彼を呼ぶようになります。都内の豪邸に両親と暮らしていた薬師丸ひろ子さんですが、お相手も週の半分は豪邸に招かれ、一つ屋根の下で過ごしました。玉木浩二さんとの経緯を見た上ですので、ここを見極めることの重要さがよく伝わってきますね。これをクリアしたお相手の男性は2004年にはご両親と4人半同棲にまで至りました。優しい彼なら両親ともうまくやっていけると考えた薬師丸ひろ子さん、彼女の読みは当たり、半同棲状態でもトラブルなく両親たちと良好な関係を築いていました。ただ4人で暮らしていた日々はそう長くはなかった模様です。お二人は事実婚状態だったそうですが、近所の人からすると夫婦にしか見えない様子だったと言われています。お相手の男性は薬師丸ひろ子さんの愛犬の散歩やゴミ出しをしている様子も目撃されており、家族同然に暮らしていた様子では
なぜ4人での生活が終わってしまったのでしょうか。調べていくと、ご両親が自らの意思で那須にある別荘へ移住したとのことでした。理由は薬師丸ひろ子さんの再婚のためで、やはり玉置浩二さんとの一件はご両親にとっても改善すべき点があったという認識があるようですね。同じ時期から両親は娘の再婚を見越して栃木県那須の別荘で過ごすようになったといいます。しかし出会ってから21年が経った2023年現在、お二人が結婚したという確定報道はありません。もしや破局したのではないかとさえよぎるところですね。そんな中、2014年に男性は薬師丸邸で姿を見かけられなくなります。ですがそれ自体がいわば杞憂に終わったようで、結果的に薬師丸ひろ子さんとお相手の男性との同棲生活は続いていました。理由は破局ではなく、カメラマンの仕事を増やしていた影響のようです。また2015年には相手の男性がずっと借りていた近所のアパートを解約し、荷物をすべて薬師丸ひろ子さんの自宅に運び込んだとの情報がありました。どうやらこれを機に本格的に二人暮らしを開始したのでしょう。つまり少なくとも15年以上も事実婚状態の薬師丸ひろ子さんとお相手の男性、その背景を玉置浩二さんとの結婚生活を踏まえて考えると、やはりご両親の意向を踏まえてという面もあるのでしょうか。元来婿養子に入ることを玉置浩二さんに求めていた薬師丸ひろ子さんご一家、今回はその当時の反省を生かし、改めてご両親は那須へ移住されました。ただ薬師丸ひろ子さんとしては、では早速という気にもなれない可能性はありますね。あるいは正式に結婚となるとマスコミがまた騒ぎ出すのを気にしている面もあるのかもしれません。いずれにしても静かに暮らしたいという思いはあるのでしょう。そんな中で2020年6月には新たなお二人の近況を報じる週刊誌記事もあり、一安心ですね。しかしながら薬師丸ひろ子さんが再婚するか否かは不明なのが現状です。とはいえ薬師丸家のマスオさんと呼ばれる献身的な男性と残りの生涯を送ることを決めたのでしょう。わざわざ籍を入れなくても財産も十分ありますから、お二人で気楽な関係のまま支え合うのが理想なのかもしれません。最後に薬師丸ひろ子さんとジャニー一家の関わりについてお話しいたします。実は薬師丸ひろ子さんと前社長のジュリー恵子氏はいわゆる幼馴染であり、幼少期から一緒にいる時間が多くありました。薬師丸さんが高1の夏休みには一緒にロスやハワイへ旅行をしたという話もありました。また家族ぐるみでお二人は仲が良く、ジュリー氏の叔父にあたるジャニー北川氏も大変薬師丸ひろ子さんを気に入っていました。ジャニー氏はジャニーズ事務所所属タレント以外で交流のある芸能人が極端に少ないことで知られていますが、薬師丸ひろ子さんは数少ない仲の一人だったようです。このことはウィキペディアにも記載されている情報になります。しかしそんな薬師丸ひろ子さんとジュリー氏の仲を決裂させる事件が起きます。それはジュリー恵子氏がまだ近藤雅彦さんと交際していた頃、なんと近藤雅彦さんはジュリー恵子さんを介して薬師丸ひろ子さんと知り合う中で、薬師丸ひろ子さんに手を出してしまったというのです。薬師丸ひろ子さんもそれに応じ、二人は男女の仲に。これに激怒したジュリー恵子氏は薬師丸ひろ子さんと絶縁。ジャニー北川氏にもこのことを言いつけ、ジャニー家と薬師丸ひろ子さんは犬猿の仲となってしまいました。今現在もその名残は残っており、二人の前でそれぞれの名前は禁句とされているそうです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。